カルロス・デシデリオ・ペウチェレは、アルゼンチン・ブエノスアイレス出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。ペウチェレとアドルフォ・ペデルネラ・サンテルモでキャリアをスタートさせ、スポルティーボ・ブエノスアイレスを経て1931年に、移籍金1万ドルでリーベルプレートへ移籍。多額の移籍金で選手を補強して、チームを構成し、ロス・ミアナリオスと呼ばれた1930年代の、 リーベルプレートで活躍した。400を超えるリーグ戦に出場。4度のリーグ制覇に貢献した。アルゼンチン代表として 1930FIFA ワールドカップに出場。準決勝ではアメリカ代表を相手に2得点を記録して6から1の対象に貢献。また決勝では先制点を奪われた後の前半20分に、 同点ゴールを挙げた。南米選手権にも出場し、1929年、1937年と二度優勝を経験している。アルゼンチン代表としては29試合に出場し、12得点を挙げた。引退後は、デポルティーボカリ、デポルティーボサプリサ、スポルティングクリスタル、オリンピア,ア・スンシオンなどラテンアメリカに位置する国のいくつかのクラブで、 チーフマネージャーをしていたほか、リーベルプレートやサンドレンソなどのクラブを率いた。1940年代のラマキナと呼ばれるリーベルプレートを作り上げた人物としても知られ、またコロンビアでは国内初のサッカースクールを設立した。ありがとうございます。